今回はイアパレスやっていこうか。イアパレスね、この前のアップデートで強化来てて、なんかユナイト技の使用中に妨害無効を獲得できるようになったらしいんだよね。これだいぶイアパレスだいぶ強化でかそうなんだよな。え、嘘でしょ。ちょっと誰中央、誰中央、いいよな、これでいいよな。そうだよな、俺と私らがでさすがに上行くのは美味しくなさすぎるんで。待って、殴っちゃった。ごめん、殴っちゃった。普通殴っちゃった。よろしくないね。焦りからか黒塗りの高級車にぶつかってしまった。まあでもここ回収できれば悪くはないと思うんだけどね。最悪なのがどっちともなんか取られて終わるっつうのが一番だるいけど、どっちともね、全部食えたからね。持ち物は気合の鉢巻き、学習装置、あと共鳴ガード、これでやっていこうかな。雪崩をぶち込んでいろいろこう取ったかな。多分ミユが取ってくれてると思うんで、もう悪くないね。あとはイヤパレスになってあれでいこうかな。ガンプーとかでいこうかな。メダル、茶色メダルでガンプーと、そう、なんか最近ガンプー結構ちょっと前から熱いっぽいからな。一回動画にはしたと思うんだけど、ガンプーととりあえず置いといて。これ絶対気持ちいいね。このガンプ刺さりすぎてるな。あまりにも刺さりすぎてるね。逃がすなよ。ここで。いいよ。ちょっと一旦シフトチェンジする。こうやってして。で、やつを逃がすな。許せねえな。いや、いいね。ガンプーが結構今回刺さったね。めっちゃ刺さったね。1エネルギー突き込んどいて、まあ、脱帽吐いてしっかり逃げていこうかなっていうのもあれなんだけど、まあ、でもあれちょっときつそうなんだよな。取られちゃったか。まあ、機動力はね、あっちの方よりないからさ、なんだっけ、ラストヒットいけるんかな。いけなさそうだな。そう、機動力はね、さすがに空破よりかはないから、ちょっとあれなんだよな。気をつけた方がいいんだよな。これ海流引か、海流からねえのかな。中央に仮に戻らねえのかな。あいつ居座りパターン、いやー、ちょっと足並みがな、合わなくなってきてる気もするんだけど。レベル上げ俺もちゃんとやっちゃおう。止めに行かなきゃな。で、シザクロかな。シザクロで行こうかな、普通に。ちょっとゴール守らなかったね。いや、まあ、でも一人だとちょっとな、結構苦しいからな。まあ、あとは、9ポイントどうしよっかな。あっち残ってる、残ってないよね。まあ、上レーン。下捨てて上、がっつり行くのもありな気もするんだけど。はい。よし。割られちゃったけど、割られちゃったらもう行こうぜ。俺が、ちょっと守りザルにやったら俺も悪いんだけど、切り替えて上レーンをがっつり、割っちゃうのありな気がすんだよな。もはやな。一旦ちょっと空やぶだけ置いといてね、にゃにゃおでね。オッケー、間に合った。いい空やぶ。で、つかされちゃったな。まあ。ちょ、これ下がろうぜ。これ殴ろう俺が前あるからさ、殴り役やってほしいんだけどさ。そうなんだよな。ナイス、いいね。帰ってきてくれてるんで、ちょっと前俺が出ようかな。適当に置いとこう。そうだね、適当に置いといて。これがっつり攻めたりもできそうだけど、なんか今回でも俺狩るのそんな早くなさそうだからさ、ちょ、逆レーン攻めようぜ。エナジーみんなないかな、もしかしたら。俺もエナジー別に持ってるわけじゃないしな。しかも、機動力ないからさ、ちゃんと枯れるか心配なんだけど、これ。買ったと速攻戻っちゃうか。念には念をね。脱帽で歩いて戻るのあんまり良くない気がするし。ちょっとここで戦うのを避けてさ、上レーンでもね、ちょっとなんかなかなか、間に合わんかったよな。もう仕方ないよな。下に溜まってるもんなってみんなな。なんか基本的に相手ゴール残ってるレーンはな、あんま攻めに行きたくないよな。不利だもんな。不利な戦いしたくないんだよな。
まあ、これ学習持ってるんで、ミュウと一緒に買っといて。で、ユナイト技なんだよな。強くなったな。やってる間に妨害無効を手に入れたっていうことは、すなわち、邪魔されなくなった。ね、ちょっと俺たちの守りって、ね、守りがざるいのちょっとやばいんだけど、本当にやばい。なんでこんなことになってんの？ユナイト入っちゃうしかねえな、もう。逃がすな、これ。はい、はい、はい。いいね。よし、ナイス、いいよ。強いな、ユナイトさ。いいユナイトだった。これもう、試作ロッチャーを。よし。で、え、妨害向こうついてた、今。ちょっと、本当に気をね、気を張り巡らす時間がなくて見れてなかったんだけど。今回なんかちょうどエナジー持ってるな、俺な。硬くね、すごい硬い。クソ硬い。上でも集合したいんだけど、もうなんか、足並み合わせるのがすごく難しいね。まあ、下レーン割れてたら、まあ下もゆっくりやれたりもしたんだろうけど。ちょっと今から、でも相手もそんな集合できてない。いや、これね、多分大変なのがね、トラビかな。はい、はい、はい、いいね。いいね。ラストヒットありがてえな、これ取ってくれるのは。これがっつりいけそうだな。もうここまで来てんだったら。はい。そこにガンプ、ガンプ結構あれ、下黒で、もう、ゴリ押ししちゃうか。これ、こうやって。下黒ゴリ押しして、ご了承したい。ご了承できねえ。なんかね、相手妨害無効とか割といるからな。シザクロで、押し込もうと思ったんだけど。ダメだね。押し込めねえな。無理だね。で、これ下に味方が溜まってるから、俺も下行っちゃったら、上ゴール決められたりしそうだから、ここでちゃんと、野生狩りしよっか。狙ってきてるんだもんな、ちゃんとな。まあ、これ渡さないようにしといて。圧かけていこうか。あれ、スタン取れなかった、マジか。下レーン、また。ねえ、俺たちめっちゃ抜けられてる。ナイス。クソ抜けられてる。まあ、いいんだけどさ、結局のところ。これ、ちょっと届かない気がする。ちょっと届かないよね。ナイスでもいいね。これちょっと危ないから引こう。さっき無理そうだったから、ちゃんと引こうぜ。みんなでここで、野生狩りするもよしよ。あとエナジー回収とか適当に、しといてやっていこうか。しかもちょうど気合の鉢巻きのクールタイムがさ、戻りそうだからさ、めっちゃいいかもしんないね。構え。今のラストボタン結構最高だったな。やべえってなったけど。ユナイト開くしかない。あ、妨害無効になってる。ちゃんと妨害無効手に入れてるわ。いいね。この妨害無効結構大事だよな。めっちゃ痛い。やばい。ちょ、海竜のとこに行かないと。海竜は良くて、で、あとは、いるよね、あそこね。ファイヤローが多分来るから、そいつを、ナイス、いいね。もうちょっと前出る。捕まえた。これ熱すぎる。これ何でもいいから、ちょっと、ガンプ打って、いいよ。隊列取ってくれてるしな。痛えな。ナイス、助かった。ベタ足だし、俺もう、がっつり決めちゃおう。躊躇するぐらいだったら。で、シザクロッチャーも。もう、意味がわからん、もう。いや、でも相手のギャラドス捕まえれたのは本当に熱いな。捕まえてシザクロッチャーの間にミユがぶち抜いてくれたもんな。いや、ユナイト技のこの、妨害無効を獲得できるようになったの、これね、これ地味にクソでかいと思うんだよな。邪魔されなくなったの、安定して履けるもんな。めっちゃいいね。さあ、頑張って、タンク、やっていこうか。ガンプね、にちゃにちゃできるのいいよな。相手を、こう、
相手がムカついてるのかな、ちょっと伝わるもんな。あまりにも俺が彼の遅すぎてな。猛攻とか持ってねえのかな、どうなんだろう。最初なんか連続ギリギリ取ってた方が早そうだな。結局ここで覚えれるもんな。これ雪崩使いたいなとか思ってたんだけど、まあ、取れなかったか。まあいいや、よし、じゃここしっかり取っていこうかな。よしよしよし、これ取れたら熱いね。まあアサシンしといていいんじゃね、これもどうせ出てくるしな。いいよ。いいね、アサシン、アサシンイワパレスだね。石住まいだっけ最初。あーこれあれだな、俺が進化するのを悟って俺から離れてくれたんだろうな。優しすぎるなこいつな。でちょっと経験値は俺が近づいてもそんなにってか全く奪ったりはないから。よし大丈夫か、それちょっと当たんないよな。ミュイってそれめっちゃ突っ込んだけど帰れるそれ。ちょっと無理だよミミッキ、俺あいつらはいける気しないよ。ゴールの中に引きこもってるしな。なんか来てるな、いるね。牽制しとこ、あっちらへんにいんのか。お前それ俺もう終わりだよそれマジで本当に。いやこれミミッキーの言う通りここだな。何でもいいからもうこうやって一旦置いといて、相手弱いかもって。だからお前あの無謀な突っ込み方したんかお前なあ。ナイス、いいね。どうしよう、上残ってそも、いやこれ下行きてえな。うん、正直下行きたいけど、待って下行けるんだって行きたいけどな。こいつ動いてないんだけど。あまりにも、あまりにも油断しすぎてる。それ猛攻ダメージ上げるか。ミミッキーな。あと仕方ないんで。はい、こっち。逃がさない。でも俺が逃がしてくれないかもしれない。くっそ。いやでも立ち回りこれ結構上手かったくない？これメタグロスも結構機動力あるもんな。レンジ冬とかやったら。レンジ冬覚えてるかわかんないけど。いや、ミミッキーがもう、だいぶ育って止まらなくなってくから、俺あともう、下レーンの助けに行こうかな。下レーンタンク欲しいと思うしな。だいぶミミッキーは育てれたと思うんで、あとがっつり、下レーン押しちゃえれば、俺いらなかったかもしれんな。ちょっとさ、これ、殴ってもらってさ、俺が殴るよりかは、ミミッキーのとこ行った方がいい気がするんだよな。倒せるかな、これ。いや、火力足りねえ。まあ、そうだよな、火力がな。マジ仕方ないんだけど。で、バリアードもいるんだったら、一旦これ引いて、ちゃんと守るべきなのかもしれないな。18エナジーはちょっと、止められないよな。通常攻撃がカスなんだよな。来た。はい、はい、はい、よし、いいぞ。いいよ。楽しいね、やっぱね。完封でね。相手を捕まえんの。まあ、こんな捕まえ方してもしょうもないんだけど。まあでも、やっぱタンクもやっぱ草むらに隠れてね。まだいるよね、そうだよね。まだあるよね。隠れていろいろ立ち回りたいよな、やっぱり。こうやってやっといて。あいつやりそうだな。ナイス。はい、はい、はい。忘れちまったか。やったかな。いいね。ミミッキーがね、もうね、止められなくなってる、もうミミッキーがもはや。ガンプーってちなみにこれ、狙わずに撃ったらどうなんだろう。敵の後ろ狙ってくれんのかな。なんか狙ってくれなさそうな気がするね。さすがに敵の後ろは。狙ってくれるのかな、どうなんだろう。かわいそうに。ちょっと待って、メタクロスが思ったより強い。でも、ピカチュウのあれがないんだよな。だったら、
カチュウの体力もないからちょっと逆サイドレーンつぎ込んで撤退トンズラこくのが一番なんかいい気がすんな。5人で攻めたいな、できればな。でミメッキもね、まあ無謀な攻めはもうしてないと思うんだよな。ちゃんとアサシンしてくれてると思うし、あと下レーンに集合しといて。なんかファイアローが動いてない気がするんだけど、トイレ行った。そうファイアローが動いてない気がするんだよな。あ動いた。下に殴り役欲しいな、俺視界取りたいから。いや欲しいんだけど待つか、ちょっと待ってもいいかもな。ファイアローのとこにあまりにも敵が見、ああでもこれ敵がファイアローのとこに見えるんで、はいはいはい、あれミュウはいいよ。はいはいはい、いいね。なかなか削れねえな。よしピカチュウ来た、いいね。ピカチュウまで来たらだいぶ。こっち何、まあでもじゃあこっちでいいね。じゃあこっちでいいね。結構いいタンクできてんじゃない。上行こうぜ上。下押すのはちょっと厳しいよなかなか。もう君たちユナイト技履けないでしょ。そうあんまりなんかね深いところで戦いたくないからな。がっつり引いてもったいないよな。ここでレジエリキ取ったら有利局面作れるかもしれないのにちょっともったいねえんだよな。そうだからしっかり引いたりしたいんだけど、ファイヤロそれ助かる。めちゃめちゃ助かる。そこで来てくれんの助かるね。いるよねメタグロス。メタグロスと今さわちゃわちゃイチャイチャしてるけど俺勝てるかなメタグロスに。脱帽吐かない方が良さそうだな。これもう早めに死んだ方がいいかもしれん。もう抵抗せずに行こう。レッグザ周りにあんまり集まれてないからここで耐えたところでなあんま意味ないしな。でピカチュウがいないと切ったのがちょっと心配だな。そうなんだよな、レジェリキこれ遅れたら強かったけどちょっともう今から殴るのじゃやばい気がするんで。ピカチュウやばいよそれ。一旦5人で集合したいね。ピカチュウ撤退して早く。ミミッキュがなんか戦いやすい位置であれしてあげたいんだけど、まあ、ストレスだけ与えとく一旦な。どう、うん、まあ捕まえれてたら熱かったんだけどなって感じだな。いた、何、まあいつ捕まえなくちゃ。一旦引かん、一旦引かないかなあ。下くろって、よし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 、いいぞ。まあこれでもあれかな、レッグザ取る戦いってよりかはもう裏取りゴールみたいな感じになるのかな。いやこれやめた方がいいな。3秒あと残りなんか10秒ぐらい、敵のなんかデスタイマーが10秒ぐらいだったら積み込みに行くのもありだったんだろうけど、ちょっと引こうぜ。もうちょっと後ろ目で戦おうぜ。こっちも見たいんだよな、できればどっちにも行ける感じの位置でやり合いたくて。意外とさ入っちゃう俺も。捕まえた。でももうこれも結構俺たちの勝ちだな。あ五条の勝ちだ。いいね。これも最初のミミッキがな、はいはいはい、いいね。16秒か、これ16秒だったら結構無茶しても許されるかな。うん、ここら辺いいとこ。そうだな、もうミミッキュを敵が止められなくなってたもんな。
あんなに、あんだけ育たれたらもう無理なんだろうな。まあでもよかった。よかったよかった。ユアパレス、なんか無難にタンクとして結構強いよな。さあ。次は上レーン、次は上レーンだね。てか下に行ったっけ今日。行ってないよな、多分。なんだっけ、エイフィーかな。エイフィーと上レーンかな。エイフィーもなんか弱体化そういえば来てたよな。アシストパワーの火力がね、落とされてたね。やっぱストレスだからかな。そう、足場結構ストレスだしな。まあ、ここでしっかり、いないだと。じゃあもうこれ取っちゃうか、みんなで。で、もちろん、目論邪魔しに行くぞ。ははは。言うな、引いてな。引いちゃって、がっつり、取ってもな。ちょっと、来られたらめんどくさいんだよな。ほら！よし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 ！これはでかすぎる。でかすぎる、これマジで。で、ガンプー置いといて。いや、結構俺ガンプー使いこなせるようになってると思うんだよな、だいぶ。お互いのレベルでしょ？まあ、いいね。めちゃくちゃいいじゃん。今日の俺来てるかもしれんな。下レーン、最初に下レーン、いや、最初下レーンでスキップできずにミスってる気がしたんだけど。めっちゃ取れたな。めっちゃでもないか。まあ、でも最低限取れたと思うし。相手弱いかもってさっきのチームメイトじゃないあれ。だよな。下レーンがまずいかな。下レーンがちょっとまずいかもしれんな。なんで、どうしよっか。とりあえずここら辺に置いといて。ん？目標が帰れなくなってるな。ははは。ははは。いいね、気持ちいいね。中央行こう、中央。でもだからサイコショックの方使ってんのか。なるほどね。わかったわ。なるほど。サイコショックだったら足場みたいにダメージ分散しねえもんな。いや、でもこれ集団戦、俺が寄ってあげた方がいいと思うんだよな。上レーンちょっとガラキになっちゃうけど、だって下レーンタンクいないでしょ？タンク欲しいよね。やっぱ集団戦には。なんで、とりあえず敵を待ちたいな。アサシンタンクしていい俺。いいよ。はい、はい、はい。これがアサシンタンク。いいねいいねー。はいはいはい。あ、どっち打ってんの、どこ打ってんの。これ当てれてれば結構熱かったんだけどな。何でもいいからもう自宅で打って。いや、岩場強くない、なんか岩場無難に強いよね。硬くて、あとまあ特性で食らうたびに高く。あ、これ俺ここにいる意味あんまねえから上行こう。まあ、割られちゃったらもう仕方ねえと思う。どっちも守るっていうのはなかなか無理だから、早めに向かってあげて、8エナジーとかあったら分割されない限りは、多分大丈夫だと思うんだよな。よし。で、逃がさない。絶対逃がさない。あとしっかり引いていこうかな。打ち抜かれちゃったけど、まあ、一旦回復するのはありだと思うんで。ぶち抜いてくるのめんどくせえんだよな。いやだね。いるよね。スナイパーがどっかに。はい、捕まえたいや、絶妙な位置で捕まえたね。あとはガンプ打っといて、よし、ナイス。これでメタグロス来れなくなってるね。いいね。あいつの壁使ってシザクロぶち込んでやろうぜ。はい、シザクロスの壁があるから、貴様を逃げられないと。一の実食っといて、はいはいはい、いいよ。ユナイト入っちゃうのもありだな、これが。もう一丁行こうか。はい。いや、いいね強い。なかなかに強い。これちょっと誰か、あれ、KO したいんだけど、あそこ。これちょっとガンガン殴ろうぜ。
殴ってくれるかな。ジュナイパーとか来る可能性が全然あるんで。来た。はいはいはい、しっかりジュナイパーを仕留めていきたいんだけど。はいはいはい、はい、いいよ、こっちで妨害向こうマジやめて、すごいストレス。いいねだいぶ相手にストレス与えれてるわ今回。めちゃめちゃストレス与えれてるんで、これの、このウィーガン、ウィーガン倒すぞ、ウィーガン。ウィーガンちゃんと倒していかないと。くっそ、外した。いやもうガンプで倒そう。ガンプで倒した気がする。あともう死ぬしかないね、これもう。もう死ぬしかないね。いや、だいぶ頑張ったよな、もうな。まあ、下レーンは次、取りに行こうかな。ちゃんとね、ちゃんと取りに行こう。取れたらマジすごいけど。まあ惜しいね。すごく惜しい。行ってユナイタザぶち込んでやるか。いや。そんな必要ないな。上レーン守った方が、ゴール的にあれだったんだけど。捕まれてる？捕まれてないな。ユナイタザあるしな、俺。はい、いいね。これ最高だ、ここで。ここでユナイタザぶち込めたの最高だな。頭ちょっと引くわ。きちんで。いや、いいガンプーこれ。めっちゃいいガンプー刺したわ。あとまあ、撤退しようぜ。もう、キル、ユナイテッドでキル回収できればもう、もういいよな。そんな最後まで、死ぬまで戦わなくてもいい気がする。とりあえずキルさえ、回収できれば問題ないと思うわ。上レーン殴るかなと思ったけど、これ下レーンに敵寄ってきてるな、下レーンにな。でもこれ上レーンに、まあ、ガルドもなんか俺と一緒でオブジェクト戦結構意識してくれてるけど、まあ、これオブジェクトじゃないね。普通に下レーンだね。下レーン守った方が多分良かったと思う。てか、フーパーユナイト、あ、待って。いや、上レーンでいいじゃん、これ。時間見間違えてた。普通に時間見間違えてた。これ上レーンがっつり集合でいいじゃん。レジェレキ殴って、でよかった。下レーン上げてる間にレジェレキを送り込んで、なんやらかんやらでよかったって、よかった気もすんだよな。ナイス怪力、助かる。助かるな。ジュナイパー来たらめんどくさいけどな。もうこれもう止められない俺たち、もう殴っちゃってるもんな。いいよ。はい、はい、はい。はははストレスだろうな。運ばれてあれされんのクソストレスだろうな。あと CO でいい気がする。このレジエリキ超強いな。ちなみにクソ強いな。だって相手のゴールが残ってないもんな、あっちにな。めちゃめちゃ強いね。あとは適当に隠れて、まあでもそれを活かせるかどうか、あのレジエリキを活かせるかどうかは別なんだよな。まあここで待ってちゃんとタンクしていこうかな。もうなんかタイミングよくみんなでラッシュできたりしたらな、超強いんだけど。グレイシアが来たらこれ伸ばしてあれしよう。いるな。はいはいはい。いや、こういうとこで妨害無効されなくなったがマジでかいんだよな。クソでかいんで、こうやってクソでかいね。妨害無効食らったら今までだって発動しきれなかったってことだもんな。つまりな。あとはね、味方殴ってもらって。メタグロスがでもいいのかな。メタグロスワンチャン、全キルできるポテンシャルワン、いや、全盛期か。全盛期か。ナイス、いいね。いいね。またカイリキーと守って。カイリキーなんかレベル高くない？お前そんな、でも学習装置持ってるのが13レベルに慣れてくから、今回みんな全体的にレベル高えのかもしれねえな。みんなが飛ぶんだったら、ここで守っていろいろやろうかな。はい。絶対逃がさない。妨害向こうなんなん本当に。妨害向こう超強いよな。そっか。そうだよな。もう妨害向こうみんな持ってくから、もうみんなに、もうみんなに妨害向こう配ってよくね、もう。ははは。もう配ってよな。
あと攻めなくても勝ちなんで。地獄車怪力いいね。マンチョナイパー許せねえな。どこ行ったあいつ、あのクソ袋。なんかちょっと見つかったらストレスだから、ここら辺から敵捕まえていろいろやったから、なんか楽しそうだね。なんか見られるもんな先にな。だったらもうなんかおびき寄せて引きずり込んでね、キルした方が気持ちいいからな。で、岩パレスはね、すごいすごいパワーを感じたな。かなりこいつは使いやすいところあるしな。相手がね、機動力なかったらもう眼風で捕まえて終わりだしな。なんか11キルしてんだけど意味がわからん